どうもエルザレットです。今回はヤガラ市場のバンカラマッチルール別マップ調査をやっていきたいと思います。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことを元にまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思います。一つの情報として見ていただきますと嬉しいです。またチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。エリアのマップはこのようになっています。比較的縄張りに近い構造ですね。左右の侵入がきついのが印象的です。まずは前線ポイントから見ていきます。エリアの先に広場を確保することでフラドリに抜ける相手を抑えつつ後衛の位置を上げられる、中央で戦うよりも安定する可能性が高いというふうになってます。続いて守りポイントです。両サイドから侵入がしやすいためフラドリ防止が必要になります。捨て持ちなどが来ると一気に状況が変わるのでしっかり対処していくのが重要かと思います。最後に塗り押さえのポイントです。フラドリに気づくためにもサイドはしっかり押さえておきたいところです。塗り範囲も狭いので相手よりも領域を取って動きづらくさせるために塗りをするといいかと思います。エリア全体を見てみると裏取りがしやすい環境になっているので見るポイントが多いように感じます。というかポジションを抑えておかないと一気に打開されるし、マップの狭さからか追い込まれやすいような気がします。左右を一人で管理するのは難しいと思うので味方の位置を見てどちらを管理するか見ておくと立ち回りがしやすくなるかもですね。特にエリアは塗りに必死になると周りが見えづらくなりやすいので注意が必要です。ガチヤグラのルートはこのようになっています。マップの右側を通って敵陣に侵入していくため待ち伏せされやすいです。それではまず前線ポイントからです。1つ目は中央の部分、関門1、2を確保する際に押さえたいところです。高所から弾よけできるので広場を確保し次の動きにつなげていきたいところですね。広場を押さえれば中長射程が動きづらくなるのでこの辺りを押さえたいところです。2つ目は奥側、関門2から3獲得時には必要なところとなります。無理に乗るというよりかはしっかり落とさないとカウンターを狙われるので矢倉より先に押さえたいところです。次は守りのポイントです。関門1、2の時に押さえたいところですね。この広場を取られると下に降りることが困難になるためスペなど使って確保していきたいところです。裏取りももちろん注意です。広場を取られた時に行う防衛ポイントです。ただし短射程がここから降りていくと的になるので長射程向きとなってます。右側も使ってうまく挟み込みたいところですね。最後に塗りポイントです。裏取り防止と敵の防衛をバラバラにするために広く展開する方がいいかと思います。もちろんルート先が優勢なんですがスペを使って一気に前に出たいのでスペの溜まり具合で塗り判断するのもありかと思います。矢倉に乗っていると敵が常に自分と同じ位置か高い位置にいることが多いので無理やり乗って突破するのはかなり大変かと思います。敵陣の侵入もかなり大変なのでスペなどを使って相手を押さえつけるかキルを取ることが重要になりそうです。カウントとルートはこのようになっています。右側のルートの場合飛んで一気にスロープ上に行けるので余裕があれば乗り込むのはありです。左はタープ下まで行けば26まで稼げるようになっています。まずはホコショットポイントからです。ルートの確保とクリアリングを兼ねて打っておく方がいいところですね。右側は正面から壁があるのでスロープルートを通らない限りは無理に打たなくてもいいかと思います。次は守りのポイントです。第一関門が角度的に守りにくいのでその前の広場から守る方がいいかと思います。右側のルートに行かれると挟み撃ちもされるのでそちら側も定期的に見ておきたいところです。最後に塗りポイントです。関門前あたりと裏取り防止でサイドのスロープ確保していきたいところです。奥に行くにしても待ち伏せされるので追い込むための広場の確保をしてスペで一気に捌くっていうのが一番理想的かなと思います。関門までの間隔が狭く一度でも関門に触られると一気に攻められるマップとなっています。そのため足場の塗りをしっかり行い少しでも進めさせないことが重要かと思います。
焦らずじっくり攻めてチャンスを待つのが得策かもしれないですね。アサリの配置はこのようになっています。まずはシュートポイントを見ていきます。アサリはここから入れることが可能です。で、ガチャアサリに関してはスロープ下からシュートが可能でした。かなりシビアなので練習が必要なところです。上に投げるように画面を操作すると入れやすいという印象でした。次は守りのポイントです。スロープまで取られるとワンミスでシュートが決まるので、この部分を守りきるようにしましょう。ここを取られるだけでかなり戦況が悪くなっていきます。最後に塗りポイントです。中央にアサリが密集しているので、ここを取られると永遠とガチャアサリが作られてしまいます。不利な状況になりやすいので、しっかり敵をキルして抑えておきたいところです。ガチャアサリは一列がかなり響きやすいように感じます。またアサリが中央に密集していることもあり、一度シュートされると永遠と決められるんですよね。なので確実に2枚落とすためにガチャアサリを習得して、スペゲージを貯めるなどしてゴールを決めるための準備をした方がいいかと思います。ニャガラ市場はマップ自体が狭く、対面と裏取りが多いように感じます。というか見る場所が多くて忙しいんですよね。マップをしっかり押さえて敵の動きの予想をする必要があるように感じます。裏取りさえ抑えれれば一気に全滅を防げれそうなので、そのあたりは注意が必要ですね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。